ジュニアレース一乗戦1着になりました。佐賀の山田選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は小麦戦になりましたけども、まあ、場所宿など含めて作戦などはどういうふうに考えられてますか？まあ、ほとんど後ろからの作戦を考えてて、まあ、中段はあんまり考えてなかったんで、まあ、一番いい位置取れたんで、足使わずに4番で取れたんで、まあ、今日は1着取れたと思います。まあ、いい位置で、まあ、工藤選手が三角から仕掛けていきましたけども、まあ、それを最後乗って刺しましたけど、ご自身の状態っていうのはどうでしょうか？まあ、感覚も少し戻ってきたんで、まあ、直前の練習はうまくいってなかったんですけど、やっぱレースになって感覚戻ってきた分ちょっといけるんじゃないかなと思って、今日1着取れたんで、気持ち的にすごく楽になりました。やっぱセッティングを少し変えられて昔の感覚が出てきたというふうに。そうですね、昔の感覚、まあ、両方合わせながら戻してるので、はい。まあ、この後ももう少しいじられて。そうですね、はい。体調面というのはどうでしょうか？まあ、体調は問題ないと思います。まあ、これで二乗戦 A になりましたけども、まあ、1着っていうのはどうでしょうか？そうですね、明日はものすごく5着権利だと思うんで、ものすごくあの戦法の幅が広がるので、まあ、なんとか準決勝に行きたいですね。まあ、ちょっと今日は小僧選手が空いていて、まあ、突っかどうか迷った、まあ、迷ったらもう自力でやるっていうふうに言われてましたけども、はい。そうですね、自分の中で迷いがあったり中途半端だとうまくいかないんで、まあ、迷うんだったらやっぱりしっかり別戦でしっかりやるっていうのは心がけています。わかりました。では二乗戦それ以降に向けて最後に引き込みをお願いします。はい、一戦一戦頑張ります。応援してください。